ね、本当に普通に裏抜けうまいよね。てかできること増えてきたな、昔より。なんか、フォワード経験が増えて。昔もっと前で張ってて、周りの上がり待ったり、ゴリッと前向いてみたいな。さっきの得点シーンみたいなとこばっかりだったイメージだけど、普通にアントニオひょっとしたら今世界一の可能性ない。ハーランド調子落としてて、エンバペあの感じだし、みたいな。実質、今アントニオ世界一説あるよね。レバンドスキーも調子落としてるし。アントニオ入荷する感すごいな。アントニオガチで取ろうとしたらいくらかかるんだろうね。でこのブライトのサッカーにアントニオ入れたみたいなのがシティにハーランド入れたみたいなことだからね。いや正直33とか関係なくない？俺いつも思うんだけど、あのベンゼマとか何でもそうだけどさ。だってメッシワールドカップ取ったの去年だよ。あのプレーで、しかも。実際ちゃんとコンディション調整したりとかさ、メンタルしっかりしてる選手って本当に衰えない限り、30代前半結構余裕だったりとか、結構もう30代だからダメっていう考え俺古くなってると思うんだよね、今。結構、トレーニングとかも発達してきてさ。Thank you.